お星様ライトマスコットめちゃくちゃ可愛い。あーでもどれもいいな。なんか電池交換もできるタイプらしい。1回400円。どれでしょ。こちらはみんなでヨガフィギュア。どれが出ても可愛いから1回回しちゃおう。マイメロでした。やったー。続いてはこちら、甘えん坊マリタ。こちらも1回300円です。いやー、みんな可愛い。誰でしょう。こちら、トロフィーカップスタンプ。どれ出てもいいから回してみよう。でも実を言うと珍しいラインナップのケロッピがちょっと狙える。そうだ、うーん、あやったって。めっちゃ可愛いんだけど。タイヤもあるマスコット、もはや記憶ないので回します。あ、400円です。400円。めちゃくちゃ可愛いんだけど、可愛すぎるでしょ。これでもコロコロプリンが欲しいかな。そうだろ。1回400円。1回だけ。ブリンチさん来たか。ブリンチさんです。はい、ということで回してきたガシャポンいろいろ見ていきたいと思います。まずはちょっとね、正体もバレバレな感じのポンポンプリンから行きましょう。はい、振り返りのマスコットかな。はい、振り向きぬいぐるみボールチェーンです。結構いい感じのサイズで、でかって感じじゃないんですけど、ほどほどなボリュームと、この振り向きのポージングが可愛いです。はい、振り向いてもらいましょう。ちら。こっちかな。ちら、あれどっちだろう。こっちかな。こうか、こうか。こっち側ね。はい。ということみたいです。ラインナップは、ポンポンプリン、ハンギョドン、コギミュン、コロコロクリリンです。コロコロクリリンのこの、マスコットタイプが出るのって珍しいので、狙ってる方いたらチェックしてみてください。まあ、コロコロクリリンの場合はね、あんまり振り向いてる感はないっていうか、横向いてる感じではあるんですけど、まあ可愛いです。もちろんプリンも可愛いです。ちゃんとお尻のマークもついてます。続いてはこちら、これなんだ、あ、アヒルのペックル、あ、車輪が回るサイクルタイプのやつですね。これ面白いなと思いました。ケロッピ欲しかったんだけどな。ハピランブイのメンバーですね。もう組み立て済みのものっていうのは嬉しい。あ、結構車輪も回ります。はい。
走るね、走る。ちゃんと走るよ。もちろんこういう車輪型なのでね、あの、並べておくにもいい感じ。なんか爽やかだね、このペックル。はい、続いてはこちら。あ、スタンプのだ。シナモロールでした。なんか全部金色のっていうのはあったんですけれども、こうやってね、カラーバージョンのキャラクターが乗ってるのは珍しいかも。はい、こんな感じ。あ、シナモロールの顔がチラリ。はい。スタンプ台にトントンってしてからやるといい感じのやつね。このまま飾っててもいいので、すごくおすすめ。ここに名前も書かれてます。トロフィーカップスタンプ。あ、押すとこんな感じがありますね。個人的にはこっちのバージョンが欲しかったけど、あ、パールタイプなんだね。ちょっともうちょっとリボンのあたりとかキラキラしてるものもあるみたいです。ポモポモプリン、シナモロール、クロミちゃんがそれぞれ2種類ずつ。はい。とっても可愛いカラフルハイです。続いてはこちら。あ、マイメロちゃんだ。マシュグミポーチコレクション。ポーチ確定ってこと？あ、お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 、いいね。結構大きいし。チャックしっかり。え、大人の手がガバッと入っちゃうような。ミトンみたいなサイズだよ。すごくない？ほんとかなり大きめ。で、かわいい。なんか、お薬入れとかにもいいかも。まとめておけそう。マシュグミポーチコレクションのラインナップは、クロミちゃん、マイメロちゃん、シナモロール、ポモポモプリン、ポチャコ、ケロケロケロピでした。ハズレのないこのラインナップは神ですね。これはかなりいいんじゃない？かわいい。続いてはこちら。これなんだっけ？中身がわかんないタイプ。あ、ヨガのやつ？はい、ヨガだけど、このポムポムプリンはヨガってないな、あんまり。なんか眠るポーズみたいなのもあるんだよね。そんな感じ？いや、かわいいけど。まな板の上のポムポムプリンって感じ。これいくつかこうね、並べておくのがいいかもしれないね。なんかヨガマット的ポコポコがあっていいですね。いいですね。ラインナップ載ってるかな？あ、こんな感じで名前だけ書かれてた。みんなね、ヨガのいろんなポーズしてて面白かったんだけれども、一番ゆったりした感じのが来ました。マイメロちゃん、シナモロール、ハローキティ、ハギョドが他にいるので、またね、ちょっと他の子たちと一緒に並べるために回してみたいと思います。じゃあ、クロミスイーツチャーム開けていきます。あ、イチゴちゃん。かわいい。あ、こういう感じね。なるほど。これもう一回りぐらい大きいかなって予想してたんですけれども、意外とコンパクトな感じで。あー、でもちょっとこのレトロな感じっていうか、落ち着きある感じが、いろんなものにくっつけて、こう馴染む気がします。すごいかわいい。しかもチラッとしてるの。かわいくない？これいいね。はい。落ち着きあるストロベリーが来ましたが、あー、ショコラとかね、カップケーキとかもいいね。アイスはいつものクロミちゃんっぽいし、プルシュアドリンクっていうのもかわいい。ちょっとこれもね、外れなし。クロミちゃん確定が嬉しいやつですね。これも何かがわからない感じ。ん？あ、マイメロちゃんだ。あ、泣いてる。足裏見せてるマイメロちゃん貴重。そして涙の部分がちょっとラメってて、すごい、あの、涙が光ってる感じが出てていいです。かわいい。かわいい。あ、甘えんぼ涙ね。あ、うん。甘えたちゃんが出てていいと思います。なんかチラッと見てるこのポムポムプリンとかもかわいいですね。みんなかわいい。シナモンはちょっとあざとい感じだな。キティちゃんとか、マイメロちゃんとか、クロミちゃんは、
しっかりこう泣いてて声かけたくなる感じ。はい、甘えん坊の涙でした。続いてはこちらは、あ、こちらもマイメロちゃんですね。あー、そうか、マイメロちゃんとクロミちゃん確定のやつだもんね。これも回さずにはいられない可愛さ。チェーンがブルー、前を向くと、あー、めっちゃ可愛い、ロリータな感じがたまらないです。いやー、スカート可愛い。ちょっといつもの感じのクオリティよりはお顔の部分が粗めな感じもしますけど、このね、衣装がすごいこだわってて可愛いです。まあ、遠目から見たら大丈夫。で、クロミちゃんが、これがペアね、これお座りポーズ。はい、クロミちゃん。くる？うん、かわいい。かわいいけど、立ち姿の方がよりドレッシーな感じに見えるから、どっちもかわいいんだけど、立ち姿も欲しいかな。はい。一緒に並べれる感じでよかった。今回のラインナップがこのようになっていて、ゴシックロリータのクロミちゃんが今回来たタイプ。で、マイメロちゃんタイプのゴシックロリータもあります。で、クラシカルロリータのマイメロちゃんとクロミちゃんがいて、と、スイートロリータ。あ、今回のスイートロリータか。じゃあちょっと特別だったかな。はい、とっても可愛いです。はい、可愛い。本当に可愛いな。はい、そしてこちらは、鈴。これも新しい。これきっとこれから増えそう。なんか結構いろんなタイプの走りみたいな、お試しみたいなのをサンリオが始めることが多いなって最近見てて思ってて。絶対出るよ、他のも。これかわいい、キティちゃん。鳴ります。結構いい音で鳴ってる。これね、物落としたら速攻気づくタイプだよ。うるさい音じゃないんですけど、なんか気づくレベルの。いや、これちっちゃい子のね、なんかベビーのおもちゃっぽい感じの音かも。なので耳とか頭にこう響きすぎない感じの優しさがあります。いいね。好き、こういうの。はい、リンリン鈴ぬいぐるみっていうラインナップでした。あ、ときめき平成小ギャルデザインだったらしいです。あんまりそんな感じしなかったけど、あー、なるほどね。お花の部分がハイビスカスになってたんだ。なるほど、なるほど。はい。そんなにこう悪目立ちしてない平成コギャルね。なるほど。キティちゃん、クロミちゃん、マイメロちゃん、シナモロールのラインナップです。みんないいね。そしてラスト、これはね、また買うかも。また回したら一緒に紹介します。ハンギョドン！いや、ハンギョドンも好きだけど、他のキャラも欲しいな、これは。はい。じゃあ、絶縁シートを外します。あ、これだけじゃ光らないのね。あ、このボタンかな？押します。違う？あ、やっぱりそうだ。こんな感じで、月が光るの可愛くないですか？すごい、このハンギョドンの、グリーンも光の色としては最高で、私この色はこの色で欲しかったんですが、今回ね、いろんなの回す関係で一回しか回さなかったんですけど、他にも、クロミちゃんが紫、ポムポムプリンが黄色、シアモロールがブルーだったかな？ね、それぞれ可愛いよね。それぞれのキャラクターの表情もいいし、お月様と考えた時にはポムポムプリンの黄色がやっぱりちょっとね、外せないかなとも思ったり。はい、そんな感じなので、また回してみたいと思います。これはずるい、可愛すぎる。ちょっとね、足が出てこうリアルにお月様に寄っかかってる感じとかも出てるのも
いいんですよね。なんだったら後ろ姿もいいよ。とっても可愛いです。で、嬉しいことに、このライト、電池の取り替えができるタイプだそうなので、はい、ちょっとね、愛用していこうと思います。これはね、最高。はい、ということで、久々にサンリオのカプセルトイをまとめて回してきました。可愛いものたくさんありました。どんどん新商品も出てくるようなので、今ね、気になったのの追加購入とともに新しいのも回していきたいと思います。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。